FM 横浜 EK Radio シングの夜のチューステイ。FM 横浜 EK Radio シングの夜のチューステイ。アニョンセヨ、クロスチンのシンです。火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問はシン君、僕の誕生日まであと1ヶ月。ウィン君の誕生日は8月20日ですよね。今年こそ何くれる？誕生日の楽しみなので、それは待っていてください。まず僕のチューをプレゼントしたいと思います。シン君にメッセージください。メールアドレスはshin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。毎週ブログをちゃんとしんくんがこうチェックしてるから皆さんぜひぜひチェックしてくださいね。さてオープニングナンバーはこの曲です。ローラーコースタースプカン。Yeah.
お送りしたのはロロコスタスパンでした。クロスチンのシンがお送りしている FM 横浜 AK Radio シンくんのゆるのチューステイ、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。ラジオネーム真央さん、シンくんこんばんは。ラジオでトラストミの日本語バージョン聞けてとっても嬉しいです。曲中の日本語と韓国語での表現の違いなどを見つけるのがとっても楽しみです。そうですよね、ちょっとこう韓国と日本のこう同じことを言っても表現の違いとか、そういうのはまた面白くて、皆さんがぜひそういうところもこう見ながら、あ、ここはちょっとこういう、まあ伝えたいことは一緒だけど、あのこう表現する方だけこう文化に合わせて多分違うと思うんで、それをまた探すのも楽しみだと思います。真央さんはとっても楽しいことをやってるんですね。ぜひこれからもトロストミたくさん聞いてください。次、ラジオネームハノさん、シン君こんばんは。私には8歳の年下の小学生の弟がいます。おお。何をするのもできないとイライラして機嫌が悪くなって大変なんです。褒めて教えてあげるのとできないところを注意して教えるのとどっちが良いと思いますか？しんくん助けて。ほう、しんくんはそんな子供専門家じゃないから正確に何とも言わないけど、しんくん目線からすると、僕は褒めてこうできたことに褒められたらそれをもっとやるタイプだと思うんですよね。怒られたら逆にこうやる気がなくなるから、まあしんくんに合わせるなら、こうハノちゃんはこれから弟にこうできたことに対してすごいこう褒めてあげて、これからもそれがもっとできるように励ましてくれるのもいいんじゃないでしょうか。はい、いい悩み相談でした。ありがとうございます。次、ラジオネームくるみさん、このメッセージがしんくんに届くといいな。届きました。毎日朝学校に歩いて行ってます。学校まで45分ぐらいかかりますが、しんくんのトロストミを聞いて朝から頑張ってます。うお。しんくんの歌声が私を元気にしてくれます。しんくんの歌声がこれからもいろいろな人のところに届きますように。私のところにはもう届いてます。ありがとうございます。あー、もうこう嬉しいです。トランストミーをこうたくさん聞いてくれるっていうことで、僕の気持ちとか伝えたいことが皆さんにちゃんと届いてるのかなって心配だったんですけど、こう毎週のメール見ると安心するって感じです。これからもトロストミたくさん愛してください。じゃあ次、ラジオネームおそりさん、しんくんこんにちは。毎週火曜日仕事終わりに帰りの車の中で聞いています。実は K-POP に関係する仕事をしており、仕事でよく K-POP の音楽を使うのですが、火曜日にしんくんが流してくれる曲をいつも使ってます。もちろんトロストミもいつもありがとう。わら。これをこうおそりさんは韓国語と日本語でどっちも送ってくれたんですけど、翻訳までこう韓国語でしてもらえてすごく嬉しいです。芸能関係ってどういうこう仕事か気になるんですけど、これからもしんくんの曲とクロスチンの曲これからもたくさんかけてくださいね。はい、メッセージ皆さんありがとうございました。シンくんにメッセージまだまだください。 shin@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp シンくんからのお知らせです。クロスチンジャパンライブ2019-1のライブ DVD が発売されました。はーい、はい、皆さんたくさん見てますか？はい、僕の手にもこう届いたんですけど、パッケージもすごく可愛くて、DVD の内容もすごい良くて、皆さんがたくさん見てほしいです。ぜひチェックしてください。そしてしんくんの新曲 Trust Me、コリアンバージョンと、ジャパニーズバージョンがあります。皆さんぜひたくさんたくさん聴いてください。そして、僕のこう愛するグループクロスチンのこの曲もたくさん愛してください。それでは聴いてください。クロスチンで Amazing Bad Lady。
신비로웠던 내가 널 봤을 때 뭔가 짜릿해지는 열기가 전해왔어 내 가슴에 온다 곱해놓았어 돌아갈 길은 내가 다 막겠어 사랑 이유이란 탈출구 난 너만 보이지 yeah. 마음 좋지 하지 못된 누구도 눈빛이만 날 때 널 끌어당겨 안아도 될까 심장 뛰게 만든 넌 정말 amazing That lady 너에게 뭔지 시험에 날 빠뜨려 알아가 멈춰져 멀리 I'm rotation 입술과 끊길 두 마음까지 혼자 갖고 싶어 마치 레일이 멀었었나봐 내 목숨까지 걸어볼 사람 벗어날 수 없는 넌 정말 amazing 마치 레일이 너의 그 향기 맡고 싶어 넌 나의 전부 베일 속에 감춘 모습을 내가 들춰낼 그날까지 여기서 멈출 순 없어 You have to love me, you're so special お送りしたのはクロッシン Amazing Bad Lady でした。シンくん韓国語ガレチョジュセヨ。ここではシンくんが韓国語を教えちゃいます。この間クグを韓国語で教えましたが、今回は、数学の用語を教えます。まず足し算とはぎ、足し算は、とはぎ。まね、と、は、ぎ。はい。引き算は、ぺぎ。ぺぎ。まね、ぺぎ。掛け算は、こぶせん。こぶせん。まね、はい、よくできました。割り算は、なぬぎ。なぬぎ。まね、次は、円周率。원주율。원주율。マネ。원주율。はい。100点満点です。皆さん、こうやって真似しながらどんどん、こう、上手くなっていくんですよね。でも、今日の、こう、数学用語は、やっぱ、こう、なかなか簡単ではないと思うんですけど、ちゃんと復習して、覚えましょう。足し算は、とはぎ。引き算は、ぺぎ。掛け算はコプセン、割り算はナヌギ、円周率はウォンジュユルでした。はい、次の曲に行きましょう。次の曲はヘイジュ、ノエイルムン、フィーチャリングエッシュアイランド。지워져버린 내 이름 그 모든 건 내가 지금 손에 쥐고
이름을 부를래 너의 기억 속에 남아있는 지 궁금해 끝이 곧 시작이란 말을 나는 믿을게 아니라면 우린 몰랐을 거야 지고 둘래 너를 위해 폰을 들어 꼬인 듯 나의 나 혼자라도 기억하려 remind me 아직 더 너를 위해서 할게 넘어진 대로 앞으로 걸어갈게 お送りしたのは Hey Jude A. Ilman featuring Ash Island でした。シンクのチンパニー。焼きそばコーナー。はい、今日はですね久しぶりに日本の焼きそばを食べます。ファンの皆さんが、たまに韓国の事務所の方に焼きそばを送ってくれるのでそれで一つ気になるものを持ってきました名前はココ一番屋カレー焼きそばですはいここにトビカラブレンドスパイスもう入っていてそれ入れたんですけど入れる時もちょっと辛かったんですよ、そしてここに書いてるのが売上歴代ナンバー2メニューが再登場はぁナンバーワンは何だったんでしょうかねナンバーツーも美味しいと絶対思います、見た目は普通のこう焼きそばのなんかもうちょっとこうカレーの味にあカレーの色に近いのかなと思ったんですけど全然焼きそばの感じで匂いはカレーですじゃあ早速食べてみたいと思いますいただきますうわぁ、うわぁ、さ、日本って感じ。美味しい。めっちゃ美味しいです。たまにこう、韓国で生活してると、こう、ラジオでよく食べてた日本のこう、カップ焼きそばのコーナーをしたくなる時があるんですけど、なかなか手にこう入れるのが難しいんじゃないですか。わあ、これファンの皆さんが送ってくれるものをたまに食べると、日本行きたいなってなっちゃうんですよ。すごい美味しいし、こうカレーと焼きそばの絶妙なこう味付けがすごい好きです。これ本当に星を5つ満点したいと思います。おめでとうございます。皆さんもぜひここ一番やカレー焼きそば、ぜひぜひ食べてみてください。こう家で暇な時とか、何食べればこうどうしようかと思う時、これ食べると多分食事にちゃんとなれる焼きそばだと思います。皆さんぜひ食べてみてくださいね。じゃあ次の曲に行きたいと思います。次の曲は IOI ポッコシーチメン。
お送りしたのは IOI ポッコシジミャンでした。 FM 横浜 EK Radio クロスチンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio シン君の夜のチューステイ、いかがでしたか？僕はこう最近毎日毎日こうドラマの撮影しながら頑張ってます。皆さんも元気を出してマスクもちゃんとして、元気よく生活しましょう。しんくんにメッセージやなんかやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。しん@fmyokohama.jp shin@fmyokohama.jp 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のハヤトくんに質問します。ハヤトくん、最近起こったことは何ですか？すごく気になります。僕は最近お腹が空いてイラッとしたことはありますが、怒ったことはありません。ハヤトくんはどうでしょうか？お腹空いてても怒るのでしょうかね？なんで怒ったんですか？はい、それでは最後はしんくんからレスナーの皆さんに壁ドンです。いつも力になってくれて本当にありがとう。明るく元気よくみんな、しんくんのことを見ながら過ごしましょう。愛してるよ。 FM 横浜 EK ラディオしんくんの夜の中ステイクロスシンのしんでした。アンニョン。一人にしないでって言って吐き出した声の行方、どこかの誰かに届く気がした。それだけで救われた気がしたんだ。 Miss you まだ終わりじゃなくて Homie